小西行重は、安土桃山時代の武将。小西行長の家臣。元の名前は、木戸松里と言い、手柄を立てて、小西姓を与えられ、返記を受けて、小西行重と改名した。通称は作右衛門、または美政。洗礼名は、ドン・ヤコボ。祖姓や前歴は不明。小西家の三家老の主席格で、古六条に初めは入って、城代家老、麦島城を新築後も、同じく城代を務めた。天正18年、天草国人一揆の鎮圧に活躍した。文禄元年からの文禄、慶長の役にも従軍し、平壌城の戦いで活躍した。民側資料によると、文禄の役の講和交渉で、豊臣秀吉が民から冊封されることになった際には、都督式の官位を受けることになっていたという。関ヶ原の戦いの際には、行重は、麦島城にあったが、東軍の加藤清正の軍勢に攻められた、小西光景の守る宇土城からの使者が、加藤側に捕まり、偽の救援要請によって、加藤勢の伏兵によって待ち伏せされて敗北した。同じ西軍の島津隆伯に救援を要請して、島津忠長や新納忠元、伊集院久次ら薩摩勢の助けで、小西家の城塞は防衛できた。戦後、主君、行長が捕らえられて軽視したことを知ると、行重は、薩摩国に行って、島津家に仕えた。レオン・パジェス著、日本キリシタン修問誌によれば行重は慶長7年頃に亡くなり、遺骸は長崎に送られたという。日本キリシタン修問誌によると、慶長13年に島津家久の帰郷令を拒絶し追放された20歳の青年、ドン・ディエゴは小西美政の息子だったという。このディエゴ・小西は、寛永4年、2名の小西姓の者と共に、長崎よりマカオに旅立った。日本キリシタン教会誌によれば、小西行重の息子は、ドン・ヤコベ中次郎で、父と同様に、島津家久に厚遇されていたとある。ありがとうございます。